このレッスンでは、Photoshop を使って動画をアニメーション GIF に変換する手順を解説します。はい、それではですね、今画面の方に動画のファイルが読み込まれています。えー、例えば、Web ブ,ブラウザの上でこうした動くものを見せるときですね、えー、動画のムービーファイルの他に、昔から使われているものにアニメーション GIF というものがあります。アニメーション GIF は画像なんですが、えー、動きをですね、つけることができて、 ほぼすべてのブラウザの上で表示することができます。Photoshop を使うと、ムービーのファイルを簡単にアニメーション GIF にできるので、実際やってみましょう。はい。ではですね、まずこのサンプルのファイルなんですが、30秒ちょっとぐらいありますね。アニメーション GIF は大体の場合、数秒ぐらいですね。長くても10秒ぐらいで使われることが多いので、ちょっと時間を詰めましょう。では今回は、はい。だいぶ短くてですね。大体5秒ぐらいでやってみましょう。 はい。では、まず時間を短めにしますえ。あまり長いとですね、ブラウザ上で読み込み時間がかかったりするので、これ適度な長さにしておきます。はい。そしたら次、画面の大きさですね。今、この素材は 1920×1080 フル HD ありますけどえ、ちょっと大きすぎです。ブラウザの上で小さく表示される程度がいいので、イメージの画像解像度。ここからですね、再サンプルにチェックを入れて、 新しいサイズを入力します。では今回は幅を320にしましょうえ。そうすると自動で高さ180になるので、320×180。ブラウザの上でですね、小さく表示される程度の画像に直しました。これで OK します。はい。でですね、ビデオのサイズ変更を行うとスマートオブジェクトに変換しますかと聞いてくるので、変換を実行します。はい。これで準備は完了ですね。 はい、こんな感じの小さいムービーとなりました。ではこれをですね、実際にジフに変換します。ファイルメニューの書き出し。この中で Web 用に保存従来というのがあるので、これを実行します。はい、これを実行すると、ここで今処理が行われています。あまりですね、ファイルが長かったり大きかったりすると時間がかかります。 はい。そうすると処理が終わるとこんな感じになりますね。えー、i f 形式は色がですね、256色しか使えないので、えー、今ですね、フォトショップが解析して使う色をこのように抽出しました。あまりですね、色の変化が大きいものだと画質が荒れてくる場合もあります。はい。そしたらですね、設定するのが、この部分はほとんど自動でいいので、一箇所だけアニメーションというところですね。 ループオプションってありますけど、今一度となってると、一回アニメーションされて止まってしまいます。これを無限としておくと、ずーっと表示中ですね、ループして動くようになります。はい、ここら辺のボタンを使うと、プレビュー再生したり、一コマずつですね、確認したりできます。では、これだけで準備は完了なので、はい、保存を実行します。はい、そしてですね、適当なとこに保存を行って、 はい、これでファイルができました。では、はい、今持ってきたこれは Web ブラウザのウィンドウです。Web ブラウザにドラッグドロップしてみると、はい、このようにアニメーションジフですね、表示されて動きが適用されているのがわかります、えー。これをですね、HTML でブラウザの上に貼り付ければ、このように表示されると動く画像を使うことができます。 アニメーションジフですね、古くある手法ですが、今も結構使われるケースがあるので、Photoshop を使って、ムービーからですね、簡単に変換すると、このように綺麗なアニメーションジフを作ることができます。ぜひとも試してみてください。